ヘモシアニンヘモシアニンは呼吸色素の一つ。エビカニ、昆虫の一部等の接触動物、貝の一部やイカタコ等の軟体動物に見られる。ただし、軟体動物の赤貝や関係動物の誤解は、ヘモシアニンではなく、ヘモグロビンと似た、鉄由来のエリトロクローリンという呼吸色素を持っているため、赤い血液を持っている。ヘモシアニンは本来は、無色透明だが、 酸素と結びつくことで、銅イオン由来の青色になる。ヘモシアニンの名称中に含まれているシアンは、しばしば誤解されているような生産ではなく、この銅イオン由来の青色を意味する。三つのヒスチジン残機の持つイミダゾール間の窒素三つに囲まれた銅原子を二つ使い、酸素分子を挟むようにして結合する構造をとる。この構造中の銅原子により、 自然光から約600ナノメートルのオレンジ色の光が吸収され、その補色である青い色が現れる。この構造をサブユニットとして、円柱状に配列した多量体を作り、分子量は数百万に達する。機能的には、ヘモグロビン、クロロクルオリン、ヘモエリスリンと同じく酸素を運搬する呼吸色素の役割を持つ。ヘモグロビンとは異なり、 血球中に含まれるのではなく、血リンパ気に養存する形で含まれる。ただし、酸素の結合力は、ポルフィリン管内に鉄が配位されたヘモグロビンよりも、弱い。ありがとうございます。